あのね、私ある人の遺品を探してきてほしいの。遺品？そうよ、去年12月頃に11区の、廃団地でグール集団との、総統選があったのは知ってる？いいえ。組織の名前は青霧の木。彼らのアジトが鳩に強襲されたの。CCG とも戦ってたのか。そこで私の大切な、お、もしかしてこれはヤモリかな？青霧だったかしら。ヤモリっていうすごく強くて男らしいグールだったんだけど、彼の愛用していたペンチ、ペンチじゃなくてプライヤーなんだよな。これを拾ってきてほしいの。それが私のお願い。どんなペンチなんですか？こんな感じなのよ。ペンチの写真を僕に見せた。医療器具としては大きすぎるような無骨な、それは随分と使い込まれた様子だった。ところどころにサビのような赤いものが見える。私と彼の思い出がたっぷり詰まったものだから、そばに持っていたいの。わかるでしょう？わかりました。思い出って、深くは詮索しないでおこう。それにしても11区の廃団地でヤモリというグールのペンチを取ってくる、想像していたよりも難しくはなさそうだ。そうかな、難しいと思うけどな。情報量の肩代わりをしていただけるんですか？そうよ、簡単なお使いでしょ。待ってるわよ。それでも行くしかない。うお、ここがあれか、廃団地か。廃団地って団地っていうよりか、なんかあれだな、デパートっぽいな。僕がコクリアから抜け出す頃、ここで戦いが起こっていた。グールもハトもたくさんここで死んだんだろう。ニコさんの言っていたヤモリって人も。廃団地はどこだろう？おいおいうわー、出たよ。誰だよお前。バカ、来たよ。振り向くと白いスーツを着た3人組が立っていた。金髪のオールバックの男とマスクをつけた2人組の男。話しかけてきたのは金髪の男のようだ。こいつら一体。お前誰だ？お前こそ誰だ？あ、そういう時は自分から名乗るもんだっけ？ガギ。ガゴー。だよな、よく聞け。俺は青霧の木幹部のナキだ。でお前誰だ？青霧の木の幹部。青霧の木の名前はよく耳にしていたが、まさかその幹部と遭遇するなんて。それにしては少し間の抜けた印象だけど。何でしょうか？どっちのセリフだっつーの。お前こそここで何してんだ？うろたえるのはまずいか。でも事情話したらなんか、なき分かってくれそうだけど。でも多分、ねえ、こいつにしてもヤモリはあれだし、私とはくれないだろう。うろたえよう。いや、あ、分かったぞ。お前も青霧の木のメンバーだろ。ほらバカだこいつ、本当にバカだ。あ、そうです。だったら話は早いな。俺はヤモリさんのベンチ、はバカじゃないのこいつ。探してんだ。お前も手伝え。幹部冷麺だ。おい、逆らうなよ。幹部冷麺。そうと決まりゃとっとと行くか。あ、そうだ、お前名前は何つうの？リオです。よろしくな。俺はナキ。はい、さっき聞きましたけど、こっちがガギで、こっちはグゲ、こいつはグゲ。俺の弟分だ。仲良くしてやってくれな。ゴーゴーギグが。あ、どうも。弟分のどちらがどちらかは見分けがつかなかったが、特にナキたちとヤモリのペンチを探すことにした。あの中だ。ナキは指さした先の建物の周りは人で囲まれていた。近くに止められている車両から察するに CCG の捜査官たちのようだ。11区での戦いは少し前のはずだけど、今も調査か何かで人が立ち入っているのかもしれない。簡単と笑ったニコさんの顔が憎い。ああ、戦うのかな捜査官と。ナキさんどうしますか？このまますぐ走っていって中に入るしかねえだろうな。そんなことしたら見つかっちゃいますよ。あ、そうか。こんなバカだっけ。まあバカだよな。この人に任せておくのは不安だ。どうしようか。僕がおとりになります。まあナキをおとりにした方がいいのかな。僕がおとりになります。お尻がなんだって？おとりです、おとり。おお、急にどうしたかと思ったぜ。で、どうするって？僕が捜査官を引きつけます。その間にナキさんたちは中へ侵入してください。ああ、それ、動揺作戦ってやつだ。知ってるぞ。陽動作戦です。合図したら言ってください。わかった、任せるぜ。僕たちはできるだけ人手の少ない入り口を探した。あそこがいいな。
茂みから捜査官たちの様子を伺う。人数は8人か。さてどうしようか。音の鳴るものを遠くへ投げる。僕は近くにあった石を拾うと、僕たちとは違う方向の茂みに投げ込んだ。なんだ、誰かいるのか。様子を見に。よし、そうだ、そのまま行け。いや、ちょっと待て。そっちの方向からもかすかに物音がした。誰か何か投げ込んだんじゃないか。捜査官たちが僕らのいる方向に警戒しだす。どうしよう。僕は考え込んでいると突然隣にいるナキさんが立ち上がった。バレちまっちゃ、まだバレてねえよ。行くぞお前ら。マジか、こいつほんとバカだな。ナキさんとガキグゲが捜査官に立ち向かっていってしまった。クソ、やるしかないのか。はあはあ、たく何やってんだよ、全然うまくいかねえじゃねえか。まあ全員ぶっ殺したからいいけど。見れば僕が一人と戦闘している間にナキさんは他の全員を。でもなあ、こいつ強いんだよな普通に。これで着替えなく、進めるってもんだ。行こうぜ。気兼ねなくだろうが。俺も何言ってんのかと思ったわ。僕たちはアジトの内部へ進むことにした。戦うのかと思いきや、懐かしいな、この廊下で兄貴が俺の腹に何度もでっかい穴を開けたっけ。え、あ、この階段の踊り場は兄貴が俺の指を全部折った場所だ。そしてこの窓から突き落とされて、ああ懐かしいな。あ、あの、もっと楽しい思い出はないんですか。楽しいだろ、何言ってんだお前。こっちのセリフだ。こいつもクソドエモなのか。うぐ、すごい匂いだ。すごい匂いがする。多分これはここに染みついた多くの血と、あ、肉と血の匂い。思わず吐き出しそうになるのを当ててこらえる。うわ、この穴は金木がヤモリをバーンってやった範囲攻撃。思わず吐きそうになるのをこらえて、慌ててこらえる。懐かしい兄貴の匂いだ。ああ、ヤモリの神兄貴。やっぱりこの人にはついていけない。おう、ナキさんが何かを見つけたのか部屋の隅にかけていく。あった、ヤモリの兄貴のベンチだ。手には大きなベンチが握られていた。確かにニコは写真で見せてくれたものと一緒だった。どうしよう、あれがないとニコさんから情報料を払ってもらえない。ナキさんから取り上げるしかない。あー、どうしよう。力ずくで奪う。ナキさん、そのペンチ僕に譲っていただけませんか。よこせってことです。なんだとお前、まさか初めから俺からこれを奪うつもりだったのか。そんなこと許せるかよ、欲しければ力尽くしで。どういう、バカな、本当もう通じねえわ話が。おー、来た、入れるか。あー、なんかスキルを移動させるのがめんどくさいから、もうこいつをこいつにしちゃって、こいつをここにすると多分最初から下位になるでしょ。相手が攻撃してる時も迂闊のあれストックできるってことをなんか前回学んだから、多分それでだいぶ時間短縮できる。最初はブレイクだけに力っていうか集中しよう。さあ何が来るだろう。輪郭輪郭、オッケー。え、嘘、なんで一発やられんだ、嘘だろ。スキルブレイクして通常攻撃でやられたんだけど、マジか。一回も勝てないんだけど。が、あ、へえ、お前が俺に勝つなんて8年早いんだよ。僕は最後に思った。あと8年あれば。うわ、自爆ですよ自爆。3分持ってないですねあれは。ええ、もうなの、もうちょっと思って。これやられたらこういう感じになるのか。特攻隊長みたいなもんなのにね。まあ次会ったら止めてあげてもいいんだけどね。ギャハー、ナキなんて話せばコロッと。そうなんだよな、なんで俺さっき言ったんだろう。脳筋で言っちゃったのかな。頭使った方が良かったかもしれないわね。ふふ。はい、さっきの問いまで戻ってきました。ですね、ここで力ずくで奪うにするとナキと戦闘になって一発でやられちゃうので、そうするとですね、ピエロの3人が出てきてなんかまあいろいろと言ってくるんですけど、あのあと、セーブデータ最初からになります。そこでセーブしちゃったのがいけないのかもしれないんですけど、今まで積み上げてきたもの全部最初からになりました。
びっくりした俺も。え、待って、プレイ時間もう5時間ぐらいやってるのにまたシャープ1の一番最初の木島との独房のとこからですかみたいな。そっから全部ね、自分の自供を見返しながら選択を全く完璧に積み上げてきた今まで。めっちゃ大変だった。もう俺これセーブデータ何個か28個ぐらい作れるんで、セーブデータの数はもうそれ細かく作っていこうっていう決心したね。というわけでやっていきたいと思います。説得する。そのめっちゃびっくりしたよ。ナキさん、そのペンチ僕に譲っていただけませんか。ゆずこ、あなたにとって大事なものだというのは分かります。でも僕にはどうしてもそれが必要なんです。それがあれば僕は。よくわかんねえな、なんでヤモリの兄貴のものがそんなに欲しいんだ。お前も兄貴の子分だったのか。僕には兄さんがいて、その人を助けるために必要なんです。話せば長くなるけど、そのペンチがあれば兄さんを救える可能性が増えるんだ。だから兄さん、お前の兄貴ってやつか。ぐー、わかった、このペンチはお前にやる。いいんですか。すげえ嫌だけど、兄貴を大事にする気持ちはわかる。別に使うわけじゃねえし、お前にやるよ。ありがとうございます。ナキさんが僕にペンチを割って渡す。もうここには用はねえし、用事ねえし、俺らは行くぜ。じゃあな。ね、この部屋中央バコってへこんでるのいいですね。まあもしわからない方がいればアニメを見てください。僕は受け取ったペンチを握りしめて立ち尽くした。あとはこれをニコさんに渡すだけだ。だけど僕は懐にしまったヤモリのペンチを握りしめた。さっきよりも重たく感じた。本当だよ、やっとここまでたどり着いた。もうずっしりと思ったよこのペンチは。こんにちは。おお、生きてたかリオくん。ほんとあそこに潜り込んで無事に戻ってこれるとは思わなかったわ。僕は精一杯の憎しみを込めてニコさんをにらみつけた。その気持ちを知ってか知らずか、ニコさんは満面の笑みを返してきた。約束のものです。キャー、懐かしいわ、このペンチで何本指をねじ切られたことか。お帰りなさいヤモリ。愛おしげにニコさんはペンチにキスをした。このペンチはお前にやる。あー、そうか、泣きのか、泣きのことを。すみませんニコさん、やっぱりそれ返してください。あん、そのペンチをヤモリさん、ヤモリさんを大事にしている方にもう一人出会いました。そのペンチは彼にとっても大事なものだったのに、彼はそれを僕に譲ってくれました。だからやっぱり渡せません。情報量は自分でどうにかします。ぬか喜びさせて本当にごめんなさい。僕は頭を下げてニコさんに謝罪した。泣きに会ったのね、たく意外と男気あるじゃないあのバカ。ニコさんが僕の手にペンチを握らせた。僕は顔を上げて彼女の顔を見た。彼女なのか。じゃあキスをして。おえ、その努力に免じてそれで肩代わりしてあげるわ。安いものでしょう。ニコさんとキス。ピンク色のプリプリとした肉厚な唇が僕に狙いを定めている。どうしよう、拒否。ちょっとニコ、もう分かったわよ、ほっぺで我慢してあげる。たく、口よりは。マジか、マジか、マジか。軽く唇をつけた。ジョリッとした。はーん、ムラつくわ。リオくん、お手洗い向こうだから。ありがとうございます。ちょっとどういう意味よ。それで情報なんですけど、その話だけどさ、一人怪しいやつを見つけててね。本当ですか。まあまあ、そう焦るでないよ少年。これから教えるグールは S レート級の強さを持っているわ。接触の仕方を間違えたらどうなるかわかるわよね。は、はい。それじゃあ説明するわ。誰だこいつ。誰なんだ。金庫、君と同じコクリアの脱走集よ。コクリアの、君からもらった資料、途中までしかなかったから残りの分を探してみたの。これはすぐに見つかったんだけど、僕が必死で手に入れた情報をいとも簡単に。さすがは情報屋ということなんだろうけど、少し落ち込んだ。そしたらね、いたのよ、ジェイルの可能性がある男。 S8 の輪郭、月光状態になって街で暴れて包囲した CCG が相当やられたって話よ。最後に残った数人でようやく捕まえたらしいわ。顔に傷のある大男でね、その傷の縫い跡が格子状に見えるの。格子状の傷跡。君と同時期に捕まっているから、木島もこいつの存在見逃していた可能性があるわ。
目元のあざってなんかちょっと無理やりすぎないか。これ普通に殴られたみたいなあざなんだけど、確かにそれがジェルかもしれない。確認してみる価値は十分にありそうだ。そいつはどこにいるんですか。さあね、なんせ君と同じ脱走グールだし絶賛逃亡中じゃないの。それこそ捜査官にでも聞いてみなければどうかね。まるで雲をつかむような話だ。どこにいるかわからない逃げ回っているグールを探し出すなんて。でもそうね、大柄の男みたいだし街中にいたら目立つと思うけど、どこかに隠れているのかも。わかりました、ありがとうございます。イトリさん、礼ならあのお釜にいなさいよ。ニコさん、本当助かりました。ふふ、あなたって素直ないい子ね。今度はもっといいことしましょうね。僕はヘルタースケルターを後にすることにした。そういえば金木さんは青桐の木の情報を欲しがっていた。ナキさんとのこと情報として使えないかな。金庫は今後捜索してみるとして、今は金木さんに会いに行ってみよう。また行くのか。こんにちは、ひなみちゃん。こんにちはかわいい。あれ、こんにちは、リオさん。どうかしましたか。金木さんに会いに来たんだけど、いるかな。うん、今お兄ちゃんは外に出てるみたい。そっか、どこにいるかわからないよね。うん、ごめんなさい。いやいや、大丈夫だから。ちょっと探してみるね。どうやら金木さんは、この家には戻っていないようだ。外を探してみるか。はい、というわけで、今回はここまでにしとこうかな。いやー、今回は本当にちょっこりたね。ナキのところで選択を誤って、まさかあんな強いと思わなかった。でまたね、セーブが最初からなるっていうのもちょっと身に染みてこの辛さを分かったので、これからは対策を打って、セーブデータを増やすとかやっていきたいと思います。でもまあ、その間違った選択を見るっていうのもね、まあそのありだと思うし、まあいいんじゃないでしょうか。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。ではまた次回実況でお会いしましょう。